はい、皆さんこんにちは、亀の形です。はい、今回ですね、野原工芸のペンのクワの経年変化についてを紹介したいなと思います。はい、野原工芸のペンの経年変化をそっと見守る会の皆様、お待たせしました。まあ、今回はですね、自分が持っているクワの最新の様子を皆さんに紹介したいなと思うんですけど、はい、この動画なんですけど、ずっとついているシリーズになります。まあ、ぜひ過去のやつさかのぼって順番にご覧いただけると嬉しいんですけど、まあ、今回初めてご覧になるよという方もいらっしゃると思うんで、まず最初ですね、はい、まあ、こんな感じの経緯で手に入れたよというのと、あとはクワについてまあちょこっと紹介したいなと思います。ただしこの部分に関してはこのシリーズをずっと追いかけられている方にとってはちょっとおさらいになるので飛ばしていただいても構わないです。でその次なんですけど、実物をボンと出してみて、これは自分の思いが入るかもしれないんですけど、まずは主観的に経年変化の方を見ていきたいなと思います。でその次なんですけど、前回となるべく同じようなアングルと照明光の元で撮った写真があるんで、今度は写真同士を比較していきながら客観的に経年変化の方を見ていきたいなと思います。でラストはちょこっと雑談挟むような、まあ、こんな感じを構成にしたいなと思います。まあ、自分はまず箸がなくなっちゃうかもしれないんで、飛ばし飛ばしても構わないですし、早く再生でも構わないで、なさ今回も最後まで楽しく皆さんご覧いただいて、最後にいいねとチャンネル登録の方を忘れずにしていただけると嬉しいです。ということで今回も最後までお楽しみください。それではスタートします。はい、とですね、まあ、この動画を収録しているのが2023年の、まあ、あの6月の終わり頃なんですけど、皆さんどんな感じで過ごされてますか？いやもうね、暑いですよね。はい、まあ、今ちょっとね、雨がね、まあ、降ってて、まあ、あの梅雨の真っ只中っていう感じなんですけど、まあ、もう間もなく晴れて、まあ、夏が来るかなっていうような、まあ、そんな感じです。この動画ね、撮ってる今もね、ちょっとね、結構暑いんですよね。なんであのちょっとね、もうサクッと、まあ、今回は行きたいなと思います。はい、ということですね、まあ、今回がですね、はい、まあ、クワなんですけど39ヶ月目ということでね、3年3ヶ月ですね。はい、まあ、3年を超えてきたんですけど、果たしてどんな感じで変化したのかっていうのを、まあ、皆さんぜひあの参考にしていただいて、まあ、購入の方を決めていただけるといいかなと思います。はい、ということですね、じゃあまずはですね、まあ、初めての方もいらっしゃると思うんで、まあ、サムネの方を出しながら、まあ、あのクワについてまあちょこっと紹介の方をしていくんで、まあ、まずはですね、まあ、こちらのサムネの方をご覧ください。じゃーん、はい、ロコを頼んでた野原工芸のボールペンが届くということで、はい、まあ、これなんですけどね、まあ、2021年のね、まあ、2月の時ですね、はい、にまあ購入して、まあ、その翌月2021年の3月の時にまあ届いた時のまあ動画になります。はい、この時なんですけどね、はい、まだ今はちょっとね、いろんな事情があってね、まあ、1世帯1本っていうふうなまあ感じになってるんですけど、まだ複数本買えた時です。あとはまあ切り箱オプションもあったりとか、まあ、今とは全然まあ環境が違った時ですね。でこの時なんですけど、新型のね、シャーペンもまだ出てない時で、まあ、ボールペンだけの販売イベントっていうのがありました。なんで、まあ、結構早くまあ届いた感じなんですけど、はい、この時にですね、実はクワ買ったんですよね。この奥にね、まあ、写ってるやつが、まあ、自分が持ってるクワのやつになります。はい、まあ、いろいろペンのタイプあるんですけど、スタンダードタイプの銀の金具のクワ、はい、ね、まあ、色に関してはですね、まあ、この机みたいなちょうどこんな感じの色に近いですね、まあ、黄色みを帯びたような感じだったのが、まあ、最近どん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 回を重ねるごとに、まあ、こんがりと、まあ、じっくり変化してるよというような、まあ、そんな感じになってます。ですね、まあ、届いてから嬉しくてですね、まあ、ずっとこんな感じのサムネでアップしてます。まあ、ここのところが0だったのがもう39になってて、はい、まあ、3年3ヶ月目をまあ今回迎えるよという感じになってます。で色に関してはまあこんな感じの色ですね、まあ、机よりちょっと濃い感じかな、まあ、でも傾向としてはまあ同じような黄色みを帯びた色なのが、果たしてどんな感じで今回となったのかっていうのを、まあ、今回も楽しみにご覧いただいて、皆さん参考にしていただけると嬉しいなと思います。はい、で あとはですね、クワについてですね、まあ、紹介しましょう。はい、まあ、皆さんクワって、まあ、どんな感じのイメージありますか？はい、まあ、皆さんそれぞれあるかなと思うんですけど、クワってですね、はい、まあ、皆さん蚕ご存知ですかね。長く綺麗なね、糸を吐く蚕、はい、まあ、その蚕がですね、まあ、非常に好んで食べる葉っぱとしても知られています。まあ、そのね、綺麗な長い、まあ、糸ですね、まあ、それに例えてですね、まあ、延命長寿ということでね、まあ、縁起のいい木としても知られています。あとはですね、野原工芸さん、まあ、いろんな樹種扱われてて、まあ、それぞれがですね、まあ、経年変化星で、まあ、ホームページの方表されてるんですけど、まあ、今現在ですね、まあ、一番そのね、星の数が多いのはまあ4つぐらいになるんですけど、はい、このクワなんですけどね、なんとね、その星4なんですよね。はい、まあ、いろいろある中でもかなり経年変化が楽しめるよということで、まあ、延命長寿という、まあ、縁起の良さもありますし、その経年変化も楽しめるというダブルの良さがあったりするんでね、まあ、自分も気になって、まあ、購入した感じになります。でがっつりですね、ちょっとその経年変化ね、見てみたいし、まあ、使ってみたいという思いから、まあ、自分は金の金具でも良かったんですけどね、銀のね、メッキのやつにした感じになります。はい、というのはね、まあ、感じでですね、まあ、初めはこれぐらいにしておこうかな。はい、ということでですね、じゃあ今からですね、まあ、実物ですね、まあ、39ヶ月、3年3ヶ月経ったクワの方を出したいなと思います。はい、それがこちらになります。じゃーん、
はい、ということでね、まあ、こんな感じで、こんがりとした感じになります。そうですね、まあ、直近の1ヶ月すごい変わったかと言われると、まあ、そういうわけでは、まあ、なかったりするんですけど、あとはですね、まあ、自分どんな感じで使ってるかというと、もう四六時中ですね、まあ、受験勉強があるんで、こうやってぐーっと握りしめてるとかね、まあ、手汗をすごくかきながら頑張って勉強してるというわけでは、まあ、特にはないんですけど、まあ、机をですね、まあ、目立つところに、まあ、ポンと置いてて、まあ、ことあるごとに、まあ、こういうふうに、まあ、ピックアップして、まあ、書いて、また置いててみたいな、まあ、そんな感じです。なんで、使用頻度めちゃくちゃ高いかと言われると、まあ、そういうわけではなかったたりするんで、まあずっと使っている方にとってはもっと変化してるよって思われるかもなんですけど、まあその辺はちょっとですね、まあお手柔らかに、あとはですね、まあそういう風な使い方をした、まあ一個の例みたいな感じで捉えていただけるといいかなと思います。はい、まあでね、そうですね、あとはまあクワに関してなんですけどね、なんかこういう風に触った時にね、なんかゴツゴツとした感じとか、まあスベスベとした感じとか、まあいろいろあるかもなんですけど、そうですね、まあこのクワに関しては、まあそんなに凹凸とかがまあない感じで、割とまあスベスベ目かなって思ったりもします。はい、まあ、ネットでこれ買ったんでね、まあ、実物を見て、まあ、購入したわけではないんですけど、まあ、偶然届いたのが、まあ、こんな感じのやつでした。はい、でまあ、机のね、初めこんな感じの、まあ、色だったのが、もうだいぶこんな感じでこんがりとしてきたんで、もう全然別の樹種かなって思うぐらい、まあ、色が変化してきたんで、かなりこのクワに関してはですね、まあ、経年変化の面では、すごいかなと個人的に思いました。はい、というような感じで、まあ、これノック式のこのボールペンになってる感じです。ただですね、このね、スタンダードタイプの中のリフィルっていうのが最近ちょっとラインナップがね、減ったりしてるのと、ちょっと特殊なね、まあ、形だったりもするんで、ちょっとこの先このスタンダードボールペンどうなるのかなっていうのはちょっと個人的に気になるところではあったりするんですよね。まあ、リフィルアダプターっていうやつ、まあ、世の中にまあ売られたりもしてて、まあ、それを使うと、まあ、他のね、まあ、やつとかで、まあ、いけなくもなかったりはするかなと思うんですけど、まあ、ちょっと動向がまあ気になるやつかなって思ったりもします。今のやつはですね、あとここのところにね、野原工芸さんのまあマークがついてたり、まあ、三蔵クリップっていうやつにもなったりしてるんですけど、これはもうその前のパターンのやつですね。はい、まあ、こんな感じのやつで、まあ、ずっと、まあ、愛用し続けてるような感じになってます。もっとねすごい使い込んでる方はここの辺のところがもう剥げて真鍮の面がまあ見えてるとか、なんかいろいろあるかもしれないんですけど、まあ、こんな感じで、はい、まあ、元気にしてるよというような、まあ、そんな感じになってます。はい、ということですね、じゃあ今からですね、まあ、前回となるべく同じようなアングルと照明光のもとですね、まあ、撮った写真同士を比較していきながら、この39ヶ月3年3ヶ月の、まあ、軌跡の方をまあ見ていきたいなと思います。はい、ということでね、まあ、これ両方0ヶ月のやつ出したんですけど、この右側ですね、まあ、これをカウントアップの方していきたいなと思います。はい、いきますよ。はい、0、1、2、3、4、5、6。これ半年ですね。で、7、8、9、10、11、12。これ1年です。で、13、14、15、16、17、18。これ1年半です。で、19、20、21、22、23、24。これが2年です。で、25、26、27、28、29、30。はい、まあ、これが2年半かな。はい、でまあ31、32、33、34、35、36、はい、これが3年です。でまあ37、38ときて、今回の39ヶ月目、こんな感じになりました。じゃーん、はい、38、39、38、39、38、39、39、38、37、36、35、34、33、32、31、30、29、28、27、26、25、24、23、22、21、20、19、18、17、16、15、14、13、12、11、19、8、7、6、5、4、3、2、1、0と。はい、まあ、こんな感じで、ね、変化してたんですよね。じゃあちょっと飛ばし飛ばして見てみますね。はい、まあ、これが6ヶ月半年、まあ、これが1年で、これ1年半で、これ2年ときて、これ2年半で、はい、で、まあ、これが3年ときて、今回の39ヶ月目がまあこんな感じになったよという感じです。はい、いかがですかね。もう最初と比べるとかなりこれ変わってますよね。はい、まあ、他にもですね、まあ、自分は星2の、まあ、山桜っていうやつとか、まあ、星3の欅とか、まあ、いろいろやってるんですけどね、まあ、やっぱこのね、星4の句はね、経年変化の面ではもう最高に楽しめる感じですね。はい、まあ、ちょっとね、この星3と星4の間でなんか越えられない壁を感じるぐらいかなり変化するんで、はい、まあ、いろんなね、皆さん選ぶ観点あるかもなんですけども、経年変化の面ではもうバッチリこの句は楽しめるんじゃないかなと思って、まあ、個人的にもお勧めしたいなと思います。ちょっとですね、まあ、間取ってさらに見ていきましょうか。はい、まあ、これが3年との比較ですね。はい、でまあ取ってって、まあ、これが30ヶ月目のまあ比較になりますと、はい、でまあさらに取っていきましょう。これが24ヶ月、はい、まあ、2年と比較するとだいぶ違いますね、これ。はい、でまあさらにこれ18ヶ月、はい、でまあさらに今取りまして、はい、でまあこれが12ヶ月、おお、1年ともだいぶ違いますね。
はい、でまあ、さらにこれ取りまして、まあ、これが半年、はい、随分と違います。で、まあ、一番最初と比べてみるとなんとここまで変化が楽しめるということでね、はい、まあじわじわですけどね、いい感じでね、まあ、すごい進んでるのが、まあ、個人的にクワかなと思います。この先のね、まあ、40ヶ月、まあ、もう間もなくですし、まあ、この先も、まあ、結構楽しみですよね、はい、まあ、ゆっくりゆっくりの変化かもしれないんですけど、ぜひ皆さんですね、お手柔らかに、はい、まあ、その辺、ね、一緒に楽しめたらいいなと思います。はい、ということでね、まあ、これを、まあ、置いておきまして、ごめんなさいね、まあ、これを置いておきまして、はい、じゃあですね、まあ、ちょっとね、まあ、ラストですね、まあ、最近の野原工芸さんの、まあ、事情を紹介したいね、まあ、ちょっと紙の方を出しますね。はい、まあ、せっかくなんで、これで書いてみましょう。はい、まあ、ノック式の、まあ、このボールペンになってて、まあ、野原工芸さんのね、まあ、ペン買う方法、まあ、いろいろあります。まあ、自分がこの、クワを買った、まあ、ウェブの方法、あとはですね、来店予約で、まあ、買う方法、あとはですね、まあ、契約されているお店で買う方法、まあ、主に3つぐらいあるかなと思います。はい、で、まあ、ウェブなんですけどね、まあ、これ、最近、オーダーがあったばかりで、まあ、次、いつになるかというと、まあ、まあ、5年の1月から6月分ですね。はい、まあ、これを、まあ、いつやるかというと、今のところハテナなんでね、はい、まあ、ウェブに関してはまだもうしばらく待ちみたいな感じです。で、あとはですね、まあ、来店予約ですね、まあ、これがですね、2024年の10月から12月分、はい、まあ、これがですね、いつあるかというと8月頃、はい、8月にあるみたいです。はい、でね、これね、8月の時、まあ、まあ、皆さんどうなのかな、まあ、これ動画を聞いていらっしゃる方が、まあ、もしかしたら学生かもしれないし、まあ、社会人かどうか分かんないんですけど、まあ、そうですね、まあ、8月もちょっといつあるか分かんないんですけど、まあ、お休みとかね、あったりとかして、まあ、取りやすいかなって思ったりはします。で、この時なんですけどね、まあ、来店予約、昔は電話の予約だったのが、最近はハガキに、まあ、なってます。まあ、抽選な感じですね。はい、なんで、まあ、フェアかなと思いまして、まあ、8月休みの時に、まあ、それがかぶったらですね、まあ、割と皆さんもハガキ書きやすいんじゃないかなと思います。で、ここで、まあ、注意なのが、これ10月から12月、まあ、10月あたりは大丈夫だと思うんだけど、まあ、この11月12月あたりですね、はい、野原工芸さんなんですけど、結構ね、長野県の山奥の豪雪地帯にあるんでね、はい、まあ、ちょっとね、雪がめちゃくちゃひどいと下手したらいけないとか、あとはタイヤにチェーンはめてないとちょっと坂道登れないよとか、ちょっと大変なことになるかもしれないんで、まあ、特にですね、まあ、この11月後半から12月にかけてのオーダーを取る方は、まあ、非常に注意が必要かなと思います。まあ、それゆえにですね、この10月あたりにすごい、まあ、そのね、まあ、はがきになるんですけど、抽選の倍率が上がるかもしれないんで、まあ、ちょっと注意が必要な期間かなって、まあ、個人的に思ったりはします。まあ、でもまだね、8月なんで先なんで、まあ、これも気にしなくていいかなと思います。で、あとですね、まあ、そのね、隙間を縫うように、結構お店のやつ、まあ、今もこれお店結構、まあ、契約されてるお店、例えば東急ハンズさんとかいろいろ、あとは長野県のね、まあ、近隣のお店とかあるかもなんですけど、まあ、こういう風なね、狭間の時に結構行われることもあるんで、ちょっとですね、まあ、この契約されてるお店をですね、まあ、ホームページとか、あとは SNS の情報とか、まあ、調べながらちょっと覗いてみると、もしかしたら素敵なね、チャンスの機会があるかもしれないんでね、まあ、ちょっとここのところを注意してみるのが個人的には今はいいんじゃないかなと思います。あとはですね、野原工芸さんのホームページなんですけど、結構ですね、まあ、素敵な綺麗な写真いっぱいありますよね。はい、まあ、そのね、写真家さんとの、まあ、実はコラボレーションモデルのフォトコレクションっていうね、はい、まあ、素敵な写真集みたいなやつがね、どうも発売されるみたいです。で、これなんですけど、まずはですね、まあ、店頭での販売限定ということなんですけど、その後にですね、なんとですね、オンラインでも販売がもしかしたらあるかもしれないよということなんでね、まあ、個人的にもちょっとね、これ綺麗ですしね、まあ、自分もいくつかね、野原工芸さんのペン持ってて、まあ、愛用してるんでね、まあ、一緒になんかちょっとディスプレイとして飾りたいなって思えるような、ちょっと素敵なやつなんで、ちょっと注目してます。まあ、それがいつあるかはわかんないんですけど、まあ、それがね、なんか100周年の記念に、まあ、なんかいろいろ、まあ、出したんですけど、まあ、それに本当は間に合わせる予定だったけど、さらにクオリティアップのためにちょっとね、まあ、ずらした感じなんですけど、ちょっとそれね、個人的に注目してる感じなんですよね。はい、というような感じが、まあ、最近の野原工芸さんの、まあ、動向だったりもします。はい、まあ、皆さんでね、なんか素敵な機会が、まあ、訪れると、はい、手に入れられると、まあ、いいかなと思いますし、あとはですね、まあ、このクワっていうやつもですね、まあ、次回もし何か買おう、どれ買おうかなっていう時の、まあ、参考に、まあ、この動画になれば嬉しいなと思ったりもしました。はい、ということですね、まあ、今回の動画は、まあ、これで終わりにしたいなと思います。この動画が良かった、参考になったよという方は、ぜひ、グッドボタンを、で、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。で、他にもですね、いろいろ面白い動画とか、まあ、アップしたりしてるんで、まあ、見ていただけると嬉しいです。ということで、今回もありがとうございました。バイバーイ。